5人並んでる。キミさんとラジオでした。この間収録楽しかった。ずっとラジオ前もずっと話してた、キミさんと。ちょっと髪ボサボサなんですけどごめんなさい。かわいいクマ、クマの日。カイロイ、え、ちょちょちょ、今日さリップも変えてるしアイシャドウも変えてる。あ、リップじゃない、チーク。どう、え、結構色変えてる。全然色変えてる。そう、キメさんは S 公演出たことないけど、俺らがけど E 公演でも一緒やし、月公演でも一緒やからめっちゃ喋りますね。ピザの剥き方絶対おもろい、絶対おもろいです。 DMM やるよね、見て、マジで。アイシャドウは薄めだけど変えた、アイシャドウ変えて薄めに塗りました。確かに。でもアレルギーの時はもっとなんか赤み、赤みって感じのなんか色が出ますね。だからなんか可愛い感じじゃね、チークね。チーク2色あるやつで1パレットに、でもなんか1色はめっちゃくちゃ薄い色で、どこに使うんって感じで、使わない。やって使えばいいんやろ、チークの薄い色って。みかんも白く、いやマジでみかん白くじゃないけどマジでおもろいと思う。マジで全然収録でもないし、まだメンバーとも会ってないけど絶対おもろい。絶対おもろいと、眉毛触ったら痛い。ちょっと電波悪いかな、大丈夫か。マジでなんかメンズっていうよりなんか全然何するかもまだ知らんのやけど、みかんの、みかん全 TV のマジで絶対おもろいよな。え、マジで実は台本とかも全然まだ知らないです。全然マジで10分の2ぐらい知ってるの、内容。マジでマジで、だからめっちゃわからんやんって思うけど絶対おもろいですね。はい、絶対におもろいはず。眠い。うん、マジでおもろいと思う。いやもうなんか爪痕とかじゃなくて普通に楽しみます。てか楽しみ、普通になんかよくなんかMC とかなんかお仕事とかで爪痕残してとかなんかよく言われるんですけど、残さなあかんでとかよく言われんねんけど、なんかそんなん考えてたら楽しくなくない？仕事って感じがしちゃうやん、そういうのって。だからマジそんなん全然思ってなくて、マジもう2時間フリートークでもいいぐらい。マジで。うん、多分大丈夫なやつこれは。ハードル上げてもハードル上げても多分大丈夫なやつこれは。クマかわいい。
今熊の時期っていうか熊の大会かな、分からんけど。配信に爪痕残さはちょっとうるさいやつやの。眉毛普通に濃くね、めっちゃ前髪のせい、なんか前髪で眉毛が強調される気がする。なんかこっちだけ前髪の量多いしちょっと多いよね。熊祭りでした。普段通りっていうか、なんか何するか知らんねん。爪痕残しますとか言ったらさ、なんか ほんま何するか知ってる人みたいやん。けど本当に何するか分かってないので。って感じ。レナには負けるとか書いてたの。おもろい。最近話してないな。でもマキコさんとこないだ LINE でめっちゃ話したけど、なんか疲れてそうやからと思ってさ、思ってるのにめっちゃ話してくれて、疲れてるよねって感じなのにめっちゃ話してくれますね、そういう時に限って。何の話したっけ。あ、三角チョコパイ食べに行こうっていう話した。あのクッキー&クリームがマジで美味しすぎて、クッキー今まで三角チョコパイの黒と何か限定ものが出たら絶対に限定もの食べたいけど、やっぱり黒を、三角チョコパイのチョコを食べないと気が済まなくて、チョコが大好きだから三角チョコパイの。だってさ、なんかたまに三角チョコパイ食べて、三角チョコパイの時期に2、3回食べるとしたら全部毎回違うの食べたい気持ちもあるけど黒になっちゃうみたいな、チョコ食べちゃうって感じで、今回勇気を、あ、勇気出してない、マネージャーさんがクッキー&クリームも公演後に買ってきてくれて、食べたらマジでめっちゃ美味しくてワンチャン超えた。でも三角チョコパイの黒にナッツが入ってるのが結構魅力的で素敵なところなんですよ。結婚していいよ。ちょっと前髪が濃いから。いいよ。え、マジそれ冷静に考えて、普通にさ、そんなに年上の人と話すことがないから、でもマジでなんか年上感ないって言ったらもうなんか失礼かもしれんけど、なんかいい意味でなんか楽しい話もしてくれるし、なんかレナ的に結構なんか先輩って言っても高校とか中学生の2個上の先輩とか、お兄ちゃんの友達とかとかしか年上の人ってマジで喋らんから、なんか年上の人ってこの一緒のノリで喋ってくれない感じ、喋ってくれないっていうか、なんか、え、組体操してんのよこのクマ、かわいい。なんか友達感少ないじゃないですか、その年上だし気も使うしみたいな感じの、自分の中でそういうね思いがあったんですが、マジで全然ほんまに全然楽しい話もしてくれるし、マジしょうもない話とかもするし、ほんまに、でもしょうもない話とかもするしっていうか、マジ LINE でもご飯食べててもマジでもうしょうもない話しかしてないから、なんか逆になんかそれが折りやすいのかなって。なんかこっちもさ、なんかあのめっちゃなんか年上の先輩だし、なんか相談のことしか話さないのかなって思うんですけど、全然そんなことなく、マジ相談とか逆にしないですね。だからマジで楽しいって感じ。
楽しいっていうか でも多分後輩側もさ結構絶対気使うやん。かけられなんか気使ってないって感じじゃないけどそうやってねちょっと悪く思っちゃう人もいるかもしれないんですけど、うん、まあ普通はね確かに気が使うのは当たり前だからちょっと当たり前じゃないやつかもしれないすぎるのは目は極まりない失礼なやつかもしれないんですけど、まあそのおかげでいいかなって勝手に思ってる勝手に思います。逆にさなんかこっちもさなんか緊張って感じで話すって感じでもないやんキレナが先輩になる。もう少しで。イエーイ楽しみ。友達できるかな。後輩に。友達欲しいな。マジで本当に引っ越して友達がいなくて、友達はまずいないじゃないですか。いると思い、あ、かわいい。新作。かわいい。新作かわいい。このアイラブユーも好きなんですけど新作かわいいですね。ポニーテールじゃないけどこっち向いたらここもボサボサやしさ全然ポニーじゃないけどポニーぐらいしゃべるじゃん。うん、え、マジで多分先輩で一番マキコさんがご飯行ってるし多分行かなさすぎるのもあるけど、人とご飯に行くっていうのが少なすぎるのもあるけど、遊びに行くとかも普通に先輩とか限らずこの愛知県で誰かと遊びに行ったりご飯を食べに行ったりってするのが本当になくて本当にないですね。ポニーじゃないねんな。そう、ここが分け目がさあるからポニーがちょっとめんどくさくて。何日まで来てる？さあね、わからないね。何日なんだろう今。え、待って、フォロワー減ってんねんけど。おかしいおかしい。誰外したな。外したの誰？明日土曜日、ラーメン食べたい。ホンさんとラーメン食べに行きたいです。え、マジで二郎系ラーメンを食べたことなくて、でもマジで最近調べすぎてほんまにもうおすすめになんか AI の携帯の機能でなんか二郎系ラーメン二郎系ラーメンって携帯に向かって言ってるから、マジで携帯のおすすめが一生二郎ラーメン二郎系ラーメンが二郎系が出てきてマジでもう一生食べたくなって、特に夜中に出てくんねん。マジでおかしい、普通にお腹減るけど食べに行く勇気ないからちょっとまた行きます髪型かわいい。え、ありがとう。こんなボサボサなのに褒めてくれるの嬉しいよふふふ、言ってよ減ってるの知らんかったねんけどね。な言えなかった、かわいい優しすぎて無理言って言って言って。でもなんか美味しい二郎系ラーメンのお店がなんか家の近くにあるらしくて、でなんかマキコさんとまた行きましょうねって言ったけど、でもあんまりななんか勇気がない行く遠のいてて笑えるみんなは泣いてるけどこっちは笑える遠のいてて笑えるギャルピー。しょ
昇格したメンバーの中で友達作るのでどういうことですか？どういうことですか？美味しいとかあったら教える。うん、教える教える。餅。え、重い？え、なんか重いラーメンが食べたい。あのさ、あのもやしあるやんか、ラーメンの上の。あのもやしに、あのスープと一緒に食べたい。もう予想してるから、夢トレ。夢トレ。ちょっとこっち右利き、右やけど夢トレ。もやし刻みたいな。そろそろ刻まないとね。そろそろ今日も可愛いから刻まないと。二郎ラーメン、二郎。今日の素直に褒めれなくて悪いな。反省。今日反省の人多くね。なんか7に、あ、7になんかさ刻めあるよね、確か。チン髪型マジで現実で見たらほんまにやばいで、こんなんやからな、横から見たらほんまに、こっちから見てもボサボサやし。ほんまにほんまに。マジで本当に本当にね、本当にボサボサです。うめき声聞こえた。お母さん寝てる横で。え、そうやね、マジでさ、まきこさんさ、ほんまになんかまきこさんも一人でなんか夜いるらしいんですけど、なんか結構かけれの心配もしてくれんねん。なんかノリでさ、なんか、あ、冷蔵庫に何もないんですよとか言って、なんかリハの期間とか続いて、なんか毎日水を持って帰るから、なんか口が開いた水がいっぱい増えたりとか、なんかペットボトルが一番多いんですよね、食べ物なくてとかいうのを、なんかふざけてなんか笑いながらポロって言ったら、次の日にご飯連れて行ってくれたり、なんかお家まで送ってくれる時とかに、なんかコンビニでなんか、え、大丈夫、明日なんか食べ物あるみたいな。マジ優しすぎて。けど自分はなんかレナが作らへんっていうのを分かって言ってくれるけど、なんかマキコさんはめっじゃあ健康食だから、もうレナマキコさんに、なんかレナマジそういうのほんまに続かへんから、続かへんっていうか、多分1日目のこの1食分を多分1人前も食べられへんから、さつまいもと野菜とフルーツととか絶対に無理やから、マジ尊敬っていう感じなんやけど、なんかそれをほんまになんか無で食べるらしい。もうそれがご飯って、自分のご飯って思って、なんか嫌やなとか思って食べへんのがマジすごいと思って。マジやばくね、すごすぎてさ、マジ無理だった。マジで マジでファミマか。え、マジ二郎系ラーメン食べに行ったら、マジでもう全世界に報告する。普通にバブルとかでもう止めない、全世界に伝える。今全世界に発信できるとしたらブログしかないので。ブログで切れ長料理作れるの知らない。一人でいるときご飯何食べんのっていうか、いや、もうマジ作りませんって。なんか作っ、マジ作らない、本当に。調味料とか入れたり。健康食は見習いましょう。え、じゃあ見習ってね。レナも見習うから、みんなもさ、それ食べてな。普通に食べてくださいね。そろポニーじゃないけどな、ポニーテールじゃないね。けど明日からも頑張るな。全世界に報告する、マジで。公式の X か。うわー、ちょっと制限あるかも。ちょっとすいません、ラーメンはダメですって言われるかもしれない、マネージャーさんに。ごめんなさい、二郎系ラーメンの報告はちょっと
すいませんって言われるかも。だからこのお仕事の帰りに二郎ラーメンを食べましたっていうね話をしたらいいと思います。そうしたらワンちゃん乗せれる。痛い、眉毛が痛い、メイクが痛い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 。そうアピルはほんまにご飯ないときアピル水しかなくて、マジホさん水しかないんです家に。トーク会楽しみ、それなマジで。トーク会今楽しみにほんまに頑張って生きてる。マジでトーク会頑張って、マジで頑張って生きてる。ほんまにほんまにほんまに頑張って生きてる。だから例えばラジオの帰りに行ってきましたみたいな、でラジオの写真とラーメンみたいな。ラジオでいっぱい喋った喉に聞きますみたいな。そういう感じだったらワンちゃんねあげれるかもしれへん。うん、ワンちゃんワンちゃんありやな、ワンちゃんありやな。いやその悪いとかじゃなくて、そのなんか今日の夜ご飯何ないんでしたって X にあげないじゃないですか研究生、普通に。そういう話ですね。そのラーメンが悪いとかそんな言ってませんよ、やめてくださいね。本当に本当に本当にそういう誤解はマジやめてもらって。ね、早い握手、悪対応でいくわこれ。いつもと深い悪対応。仕事とセットにしたらギリセーフっぽくない？ギリセーフ分からんけど。そうだから先輩と行けばそうやなあげれるかもしれん。ラーメンよりチャプチェ全然違うけど、一応中華と中華か、やほー、一応中華と中華。ラーメン食べるならチャプチェがいいとか全然そんなんなったことないな、今まで生まれて一回も生まれて一回もないな。全部許してあげたい、優しい、全部許してほしい。悪対応、悪対応な。ビジネス不仲じゃないよ、リアリー不仲。そうそうそう、カチケンさんコラボあるんですよ皆さん、楽しみに。30の買い損ねたから2月も買っておいて、おお、ありがとう、優しいね。1月は1月撮影写真会、写真会ね、1月だけやんな。ちょこせいいよー、チーク深いと。え、どう、いつものメイクこっちのメイクどっちがいい？みんなもうちょっとメイク全然落ちてる気がするけど。えまきこさんのあのインスタのカフェの一番1枚目の写真書きで載ってきました。もうそれを1枚目に載せてくれとんのがマジで、おお、かわいいことするやんって思いましたね。何あれって思いましたね。まあでもそれをまきこさんに言ったら、全然そんなん気にしてない、適当適当とか、これ絶対言う、適当適当そんなん気にしてなかったとか全然ね言うんですよ。そんなことよりやめろ、公演をそんなことよりってやめてくれ。内心そんなことより一郎系って思うかもしれんけど。そこは内緒で、そこは内緒できます。うん、マジこっち断然マジ結構メイク変えた今日、マジアイシャドウも全部違う。まあそのアイラインとかは一緒なんですけど、涙袋も違うしチークも全然違う。まあでもレナはアイライン、アイメイクとほっぺとしかメイクする場所がないから他は全部一緒です。ありがとう。全員の中どうから見もいいか迷う。マジで？いやいやって感じで来てね。
バイバーイ。え、絶対狙って載せてくれてる1枚目。これでガチで狙ってなかったらほんまにおもろいけど。バイバーイ。おやすみなさい。さようなら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 。バイバイ。え、マジ嬉しい。メイク。かわいいって言ってくれたの。バイバーイ。ダンス踊ります。おやすみ。またね。また明日ね。